おはようございます。釣り子 TV です。エレメンツのダヴィンチのオプションパーツランブルフィッシュテールがいよいよ発売開始になりましたよ。一つね、買うことができたので早速装着していきたいと思います。綺麗なパッケージね。でこれがね、じゃじゃん、ダヴィンチね。自分2つ持っているんですけども、このねちょっとキラキラしたカラーと、あとねこの、黒いカラーね。このね黒いカラーがね面白くて、下地がですねクロームカラーというかキラキラした色が内蔵されているので、こう使うごとにね上のこのマットブラックの被膜が剥げると、下のこのキラリンっていうね色が出てくるっていうことで、使えばね使うほど徐々になんていうんですかね、自分のスペシャルカラーに育っていくっていう感じの、こんな黒色なんですけども、それとね、まあこのキラキラした色ね、これはね前釣ったところの動画でも説明したんですけども、最初の頃にねバチーンってこう橋脚にぶつけてですね、ここを少し割れちゃったんですね。で割れたことによって、水が入っている、ね、このね上のここの中にね水が入っているんですけども、まあ抜けよって話なんですが、これがね入っていてね絶妙にねちょっと重くなって、すごいねいい感じで釣れてくれるんですね。まあ結構大きい魚も釣れたんですけども、っていうことで、直さないでこのまま浸水仕様でね、樹脂移動みたいなつもりで使ってるんですけども、非常に使い心地がいい。でダヴィンチにはですね、このこれね尻尾なんですけど、交換可能な尻尾がついていて、それにこの尻尾を付け加えることによって非常に性格が変わってくるっていうね、このなんていうんですかね、まあビッグベイトっていうサイズですね、190ミリっていうことで、それにこのランブルフィッシュテールをプラスすることによって、もう見た目、シルエット的にはジャイアントベイトに迫るようなね大きなシルエットで魚にアピールすることができるようになる。というわけでね、早速開けていきたいと思います。これね、あのキープキャストでねブースで見かけてから非常に非常に気になっていたんですけど、出たらねぜひ買ってみたいなと思っていたんですが、やっとね買うことができましたよ。どんな感じなのかな、触り心地とかもすごい気になります。はい、あ、結構ね張りがある感じ、クニャンってならないでね、こうね筋がね1,2,3,4,5 本あるんですけど、このなんていうか背骨みたいなところが作用してね、こう裏が透けるぐらい薄く見えるんですけども、ただね思ったより張りがあるね。ピニャンって感じじゃなくて、プルンプルンとも違うのかな、すごいねちょっと張りがある感じなんです。これをねこのダヴィンチにつけることによって、見た目がねシルエットがね非常に大きくなったりする。まあちょっとね裏に説明書きが書いてあるんで見てみたいと思います。ランブルフィッシュテールはダヴィンチに装着できるオプションパーツです。ダヴィンチのツイストロールアイ使用時に装着することで、ダヴィンチの斜めジョイントと大きなテールが水をつかみ、魚の尾びれのように生めかしくアクションします。スローリトリーブからファーストリトリーブ、トゥイッチ、ストップ&ゴーなど、ダヴィンチのルアーアクション領域を広げることができるオプションパーツです。またランブルフィッシュテールを装着することで、ルアー重量をほとんど変えずにルアーのシルエットを大きくすることができるため、そのままタックルを変えずに魚へアプローチすることができます、ということで、あ、特許とかも取ってるんですね、すごいな。で付け方なんかも書いてあるんですけども、裏のね説明書きでポイントが、このねダヴィンチってね2つアイがついていて、こっちがねツイストロールアイ、このねツイストロールっていう独特のダヴィンチ独特のこうツイストするようにね、トルネードするようにこうねアクションするね、こういった動きが売りなんですけども、でこっちのねバイブレーションみたいなね、ここにねつけるとね結構ねあの巨大なバイブレーションみたいな性格で
泳いでくれる。ただこのランブルフィッシュテールはこのツイストロールアイ、こっちのアイを使った時にこれがこう連動してビランビランって大きなね動きを演出する、こういったことみたいですね。じゃあね、まあつけてみますかね。このね、あのオリジナルはこれが、ここがねテールパーツになっていて、こうボディとも一体のように見えるんですけど、ここがねダヴィンチって柔らかいんですね。でここに付け替えることができるということで、じゃあねちょっとね怖いけど撮ってみますね。ほっ、はいね、これがオリジナルのテールパーツなんですけども、でねこんな感じでね接続してるんですけども、そこにこのパーツをつけることによってまたね全然違った感じのねルアーに変わるみたいなんですよ。じゃあね早速つけてみたいと思います。ほっ、はい、ギュッギュッギュッとやってつきましたよ。でね色はね結構ね展開いろんな色があったんですけど、黄色買おうかなと思ったんですけども、これがねこんな色だしね、あとね黒には赤っぽい色つけたいなってなんとなく思ってね、この赤っぽい感じのテールをね買ってみたんですが、はいこんな感じ。あーねえ、これもなんだろう、かなりやっぱ見た目はごっと大きくなった感じですね。これでただねそんなに重さは変わらないよっていうことで、重さ変わらないからそのまま、タックルをねジャイアントベイト用のタックルに持ち替えなくてもジャイアントベイトのようなシルエットのねアピールができる、こういった大ぶりなルアーねに変貌することができますよということで、これはねちょっとアイデアだし、あとねデザインが綺麗ですね。この流れるようなこのね流線形のようなこのデザイン、これがね、まあねひときわ特にあのキープキャストでねいろんなルアーとか展示されていたりメーカーがあったりしましたけども、はあこれすげえなってね、 なんとなくね、すごい記憶に残っているなね、やっと一つ買うことができましたんで早速ねつけてみました。じゃあねせっかくなんでこういうキラキラ系の色につけたらどうかということでね、こっちにもつけてみますかね。あーこれねー、はい、このテールがねこれがねまたねシンプルだけど飽きのこないなんかデザインっていうかね、これやだな、これ外してる時に壊れたりしたらやだな。まあまあこんな感じの部品なんですけども、それにこれを装着することによって、どんな感じになるのかなって、これしっかりつけないとね、これ投げてぶっ飛んでったらほんと泣いちゃいますからね。はい、あこれはねもうね色ぴったりだね。なんかねこっちの頭の方から流れるようにこのちょっとね、赤っぽいデザインが後ろに来て、であこれやっぱね綺麗ですね。こんな質感、柔らかすぎずっていう感じです。結構カチッとした感じですね。本来だとまあこういった、小さなパーツがついているんですけども、ここをこのギミックねつけることによってだいぶね大きく見えておりますということでね、早速ちょっと投げてみたいなっていうことで、まあねでもね徐々に寒くなってきたんで、まずはね得意のシーバス釣りね、これに持って行って、でねちょうど2つあるんで、まあ、どっちにつけようかなってのはちょっと考えるんですが、まだそうだな、こっちはね結構ね釣ったんだけど、こっちのね実は自分まだ黒色、ね、これ結構ね投げてはいるんだけど
まだね、魚釣ってない。こっちにつけとこうかな。こっちにつけて、初このね、ダヴィンチ初魚はライオンブルーフィッシュテール付きできたぜみたいなね感じで、どんな感じだよっていうのをねお知らせできればなぁなんて思って、とりあえずねランブルフィッシュテールはこっちのね黒色に、つけておきたいと思います。でね、これもし外れちゃった時にこれもねなくさないように大切に持っておかないといけないなっていうところで、でどうでしょうかね、せっかく外したんでこっちにはねこのちょっと黒い尾っぽつけといてみようかな。気分転換にね、気分転換ってなんだろうって感じですけど、キュッキュッと、あーこれはこれで静観でなんか悪そうというかね、なんかこれもうね中に水も入ってるし、これね結構だいぶ前の水なんでね、もうだいぶどうだろう、なんか腐ってんのかな、よく、まあでもねこれによってほんと非常にちょうどいいね比重なんですよね。でまあ色もなんかどぎつい感じになったんで、黒いマニキュアみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。まあここ後ろがペディキュアかな、まあどうでもいいや、そんな感じで組み合わせてみたんで、じゃあこれは予備として大切に取っておいて、でまあこっちにはねまだ水が入っていないからね、これねちゃんとウェイトなんかを貼ってね、自分の使いやすいような、ウェイトに調整してるんですけども、結構ね海で使うとプカってね浮くんで、これちょっとね重りを貼ってあげることによって、シーバスが食いやすいちょっとだけね下のレンジをうまいことね泳ぐように、そんな感じでね、こういう感じで調整しております。こっちはねたまたまねあのぶつけちゃって水が入るようになったからウェイト貼らずにね、そのまんまこのチャプンチャプン、こんなのねチャプンチャプン水が入ってるんですけど、まあこれでちょうどよく、泳ぐんで、このねちょっとブラッキーな感じのね、カラーでやってみたいと思います。でまあランブルーフィッシュテールをつけたら何グラムになるのかなね測るんだけど、俺のやつはねこれねちょっとウエイト貼ってあるんで何とも一概にも、ね、これ2グラムだったかな、2グラムのやつは貼ってで、ランブルフィッシュテールもあって、で乗り切らん、ちょっと折り曲げちゃう、この状態でね 58.2g っていうことなんで、ほんとねこの大きな見た目からしたらね非常に軽やかにね、このシルエットにしては軽やかに魚を誘うことができるんではないでしょうかね。で、まあ、こっちのアイにつけてツイストロールアイで使うんだよということになっております。ちなみにこの水入り仕様は何グラムなんだろう、測って、おお、だいぶね水が入ってるんでね重くなってんだね、これね65.7g ね、まあある程度水が入っております。まあねもうしばらく使ってね、もういいかなってなったらね、ちょっと小さな穴を開けて水抜いて、でもねここが割れちゃってるからな、まあなんとかね水止めすることが、水の浸水を止めることができたら、まあちょっと水抜いてねちょっと加工して綺麗に、水が入らないように加工し直そうかなと思ってるんですけど、まあこれはこれで釣れてるんでね、このまま頑張ってもらおうかな。だいぶちょっと思ったより重くなっておりました。というわけで、本日の釣り子 TV はねこのね、エレメンツのオプションパーツいよいよ発売されておりましたよということで、このねランブルフィッシュテール、これをつけてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。